はい、本日はですね、2022年秋冬のノーセンス新作をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まだ公式ではね、発表はされてないんですけども、ノースフェイスお好きなノースフェイサーの皆さん、お待たせしました。夏場はなんかパタゴニアとかに行ったなとか、いろんなとこ行ったなとか、冬場になったらみんなダーッと帰ってきてくれてね、まあ、僕もようやく商売ができるというわけなんですけども、まあ、毎年のことながらノースフェイスのね、秋冬の商品を紹介していきたいなと思うんですが、ちょっと今年はね、なんか変更点というか、なんか若干価格とかも変わってますし、品番も結構大きく変わってるんですよ。まあ、なのでちょっと毎年のようにはいかないかもしれないんですけどもね、まあ、そんなお話をしていこうと思います。で、秋冬というといろいろね、こういうゴアテックス系のジャケットとかダウンジャケットとかフリースとかいろいろあるんですけど、そんなこと全部喋れたらきりございません。だからね、もうバッバッバッと加載してね、お話していこうと思うんですけども、とにかく今年の冬の目玉としてはですね、まあ、まずは品番がほとんど全部変わってるっていうことなんで、まあ、値上げされてるんですよ。だから値上げされてるっていうことでね、例えばこういったマウンテンライドジャケット、これは2022年今年の春夏モデルですよ、は39,600円かなんかそんなんやってんけども、確か4万切ってたんですよ。とにかく4万切ってたんやけども、まあ、今年出る秋冬に出るバージョンっていうのは4万1000かなんかになってるので、もう4万は切っておりません。全く同じですけどね、形とかは。ただ素材とかがもしかしたらちょっと変更してるかもしれないんですけど、まあ、まだ見てないんでね、実物買ってからまたご紹介していきたいなと思いますし、まあ、とにかく今回1992年からちょうど30年が経過しました。1990年誰か誕生日でしたんですかってことなんです。そうなんです、ノースフェイスのお好きな皆さん、僕最強の冬のダウンジャケットはバルトロじゃないっていう話を常日頃してるんですけども、何がじゃああなた最強なんですかと、そんなうさんくさい顔して言ってるけど、何が最強なんて言われたら、そう、まさにこちらノースフェイスのヌプシが最強ですっていうヌプシ最強説をずっと唱えてるんですね。とにかく暖かさもあるし、コスパもいいっていうことなんですが、これがちょうどね30歳なんですよ。あ、ちなみに僕33歳です。だからちょっと年上なんですけどね、30歳ということで30周年の記念のね年らしいんですよ。だから記念やからとにかく値段が安くなるっていうわけでもないし、記念やからとにかく奇抜なアイテムが出るっていうわけでもないし、記念やから全員ノースフェイスのデイジーさんがヌプシ着れるっていうわけでもないんやと思うんですけども、まあ、とにかく記念やからね、例えば長袖のロンティのここに1992ヌプシって書いてるやつとか、あとスウェットとか出たりするみたいですし、あとこちらのヌプシの染色してないこの真っ白のジャケットとかが出てきたりするらしいんですけども、まあ、とにかくなんかよくわからへんけど記念やって覚えておいてください。30年経った記念ないなと思っておいてもらったらいいと思うんですけど、そういった30周年であるということがあったりだとか、あとなんかマタニティジャケットみたいなのも出てくるらしいんですよ。なんかマタニティでこの子供をここに囲い得るような、見た目はほとんどこちらのマウンテンダウンジャケットにプリソスなんですよ。そっくりやなと思うんですけども、なんかねこの辺をカスタムして、なんかこの前の抱っこ紐つけたりとかなんかして、こうマタニティ系になるらしいんですよ。でその正式名称っていうのが CR ストレートジャケットっていうジャケットらしいんですけど、僕もねまだ見ておりません。だからねそのことはわからへんねんけども、そういったちょっと近年ノーセンスがこのマタニティウェアとかこの子供のウェアとかもちょっと力入れてるんですけど、まあ、そういったところが出てくると。で皆さんが気になるのは、そうお値段ですよね。いくら上がったんやの、もうマウンテンライトジャケットの話はいいから、何がなんぼ上がったんか教えてくださいということだと思うんですけども、今僕がこちら着ておりましたマウンテンダウンジャケットはお値段がなんとまだ分かりません。僕なんぼかは知らないんですけども、新しいカラーは出ておりました。どんなカラーかっていうと、まさにこのカラー出てました。ノースフェイスのこちら夏バージョンに出たバーサタイルショーツっていうやつなんやけども、このカラーリング朱色っていうのかな、この朱色っぽいカラーとこのブラックの掛け合わせたねマウンテンダウンが出てたりだとか、あとまあブルーもあったけど、ブルーはもしかしたら全国じゃないかもしれん、直営店だけかもしれんけども、まあ、こういったちょっと朱色っぽい、マウンテンダウンも出てましたよということがあったりだとか、そして最後に値段いきましょう。値段が何かというとですね、これ、ノースフェイスといえばこの雪だるまタイプのジャケット、それ何やったっけな、あ、バルトロライトジャケットやないかいっていうバルトロライトジャケットと、あとこのビレイヤパーカー、もうノースフェイスの2になったこっちいきますよと、値段だって一緒やもんっていう話してたんですけど、値段変わります。だから一緒やもんとかも言えんくなるんですけども、このビレイヤパーカーとノースフェイスが去年2021年まで65,000円やったんですよ。60,000と飛んで500円、だから60500っていう状態で覚えやすかって、もうどっち行きたい言うたってどっちでもええんですよいう話してたんやけども、残念ながら値段変わりまして、こちらのビレイヤパーカーが61,600円ということで1100円の値上がりしてます。だから1000円の税込みですね、消費税が値上がっておりますと。でこれはなんで値上がってんのかというと、そもそも原材料が高くなってるっていうのはね、まあこのチャンネル見ていただいてる方大人の方多いんでね、ああ確かに輸出とか輸入とかいろいろ高くなってるよねと、で日本も円安やから余計値段も上がってるっていうのもあるよねっていうのがね分かっていただけると思うし、
でもあれ同じスペックやったバルトロなんぼなったんって、ここですよね、気になるのは。これノースフェイスさんちょっとぼったくってませんかっていうことが気になるんかなと思うんですけど、いや僕は適正やと思ってるんですよ、僕は適正やと思ってるんですけど、そう思った視聴者の方がいたんかなと思って代弁しただけなんですけども、じゃあなんぼしたんかというとですね、こちら62,700円なので2,200円値上がりしております。あれビレイヤとノースフェイスのバルトロってほぼ同じようなスペックやって値段も一緒やったやんか、1,000円こっち値上がったやんってことは、バルトロも1,000円、おい2,000円上がってるやないかと、おいおいおい聞いてる話と違うやないかと、まあそうなってくるわけですよね。でじゃあかといってそんだけ今回いい色注目のカラー出てるんかって言われると、まあカラーリング的にそんなに注目かどうかって言ったら僕個人的な意見になっちゃうのであれなんですけども、まあとにかく原材料とかの値段が上がってるっていうところが、おそらくノースフェイスでは全部上げにかかってきてるし、それ以外にもアークテリクスとかパタゴニアもいずれは上がってくると思うんですけど、まあそういった状況っていうのがね、このノースフェイスの状況になっているようです。なのでまあ全体的に値段が上がってる、このバルトロだけ上がったんじゃなくて、もう全部の商品がほぼ上がってると思っていただいてね、今年はちょっと財布寒くなるけどもしゃあないかと、嫁はんちょっと納得させるしかないなと思ってね、お話ししていただけばいいと思うんですけども、これは僕がオーダーしたね、あのバルトロの自分だけの色味になってるんですけど、まあ別名タクゾーモデルっていうんですけどもね、こんな勝手に作動モデルなんて言っていいかどうかわからないけども、そういったモデルをね勝手に作りました。これ去年作ったやつなんですけども、なんか視聴者さんとかねこれ見てねめっちゃかっこいいなと思ったから、僕も同じやつ作りました言ってたんですけど、全然お好きにしてください、僕全然許可なんかいりません、好きにあのやってくれたらいいんでね、あのこれの動画去年出してるので、それノースフェイスの店員さん見せてね、これと同じやつ作りたいって言ったらはーいってすぐ作ってくれますので、まあそんなところでね、今年から2022年の新作からちょっと変更点がありますよねっていうお話をさせていただきました。でまた近々ですね、この秋冬に買うべきノースフェイスのアイテムっていうのがありますので、それはそれでまた別動画撮ろうと思ってます。だから例えばこれパンツが実はいいんですよとか、これシューズがこれは絶対買うべきですよっていうのがあるんですよ。でなんでそんなことも偉そうに言えんのって言うと、もう散々買ってきたから、で散々失敗してるからだから言えるんですけども、またそれはねそれで出したいなと思いますので、今日は一旦これで変更点とか軽くさっとお話しさせてもらったんですけども、まあ、そんなこといきたいなと思います。ただちょっと一点気になるのがね、最近なんやけどもちょっと毎年毎年迷彩がね出てれば来てるじゃないですか。いや迷彩から出てるよねって感じなんやけど、迷彩がねちょっと特殊な迷彩になりつつあるんですよ。だから個性的な迷彩になってるから、それがねうーなんか微妙やなっていう人もいてれば、うわ俺個性的で人と違うの好きやねんっていう方もいらっしゃると思うんですけども、少しずつねちょっとトリッキーなあの迷彩になってきてるっていうのが、まあここ最近のノースフェイスの特徴であって、これはちょっとどうしても喋りたいと思っててね、全然内容と関係なく喋っちゃったけども、まあそういったことになっておりますので、まあ僕もこれから今後購入していって、あ去年までの記事こうやったけど今年の記事だいぶこれ変えてますねとかね、あでもあんまり変わってないですねとかってね、いろいろ言っていきたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、秋冬のノースフェイスの新作の変更点についてお話してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。